今日の授業はここまで。次回分予習しておくように。今日も鉄仮面だったな。ねえ、赴任してきてあの人が笑ってるとこ見たことないよ。無口っていうか頑固そうっていうか。俺姉ちゃんに源先生のこと話したんだけどさ、なんとびっくり同級生だったんだと。そうなの？高校の頃から真面目でいつも勉強ばかりしてたらしいぜ。もしかしたら初対面が苦手とかで私たちに声をかけられないだけじゃ。人見知りってこと？ありえそう。だったら俺らから話しかけりゃいいってことだよな。源先生！源次くん、何ですか？俺先生ともっと仲良くなりたいなって。仲良く？それは勉強に必要なこと？まあ、わからないとこ聞きやすくなるかな。別にそれは普通に聞いてくれて構いませんが。まずい、ここまで堅物だとは。てかこれ人見知りじゃないだろ。むしろ人嫌いでは。彼女とかいたことありますか？俺のアホ誰？何聞いてんだ！それどういう意図で質問してますか？バカにしてますか？バカになんかしてません。俺はただ仲良くなろうと。先ほども言いましたが、そんなの必要ですか？質問ならいつでもしてきていいですから。俺コミュ力自信あったんだけど。いや、あれは誰だって無理。どんまい。お疲れ、エンジ。翌日。それではエンジ君、この時の主人公についての心情を。他にエンジという生徒がいるんですか？はあ、いや、他にエンジって生徒がいるわけじゃなくて、ただのリアクションで。僕の質問の意味理解できてますか？他にエンジという生徒がいるか聞いてるんですが。いないです。では回答。うわ落ちこぼれの高校生 A が初めてテストで赤点を回避して拳を握りしめながら熱い涙をこぼす。高校生 A は嬉しかったと思います。なぜそう思ったんですか？落ちこぼれってことは今まで成績が悪かったってことで、努力の結果赤点を回避してるから。なるほど。僕はテストでいい成績を取るのが当たり前だったので、そうとも限らないと考えてます。もしかすると努力しても赤点を逃れる程度の成績しか取れなくて悔しくて泣いてるのでは。仮にそうでも赤点回避は俺だったら嬉しいと思うけど。あなたの気持ちなんて聞いてないです。小説の問題に答えてください。先生が先に個人の気持ちの話をしたんでしょ。わからないんで先生の答えを教えてくださいよ。同じ質問してます。それは先ほど答えましたよね。さっきは先生個人の気持ちで、問題の答えは聞いてな。私は自分の気持ちを聞かれたので答えたのですが。じゃあ俺は今問題の答えが知りたいんで教えてもらえますか？今は問題の話をしてませんでしたよね。私の気持ちの話だったはずでは。言葉が通じるのに話が通じないのって怖いんだね。よしよし、演じ怖かったな。俺ちゃんと日本語話してたよな。わっさり日本語だったよ。昨日のこと含めて思ったけど、源先生にはあんまり関わらない方がいいかもね。でも完全に関わりを避ける方法はない。だって国語の授業はあるわけだし。先生、この国語なんですけど。それ私に聞いてます？はあ、先生って言いましたよね。他に誰かいるんすか？だからそれを聞いてるんですが。またある日には、あの先生ここなんですけど。それを今説明したのですが、話聞いてました？聞いててわからなかったから質問してるんですが。もう説明したところです。意味はわかりますね。頭おかしくなるって。なんなのマジで。絶対中二の時ハイロックとか全然論破できてないのに言ってたタイプでしょ。いずめしてるつもりかもしれないけど、こっちからするとただの話通じてない人だからな。サラちゃん、かすみちゃん、これ借りてたノート、助かったよ、ありがとう。なんかみんな顔色悪いね。実は。うちのクラスの時はケン先生普通だけど、そんなこと一度もないよ。わっち。かすみちゃんの発言を確かめるために、私たちは休憩時間にケン先生の様子を探ることにした。柳先生とくるみ先生といることが多いみたいだね。まあ二人とも真面目側のタイプではあるな。ケン先生ってお酒が入るとあんな感じなんですね。いい意味で陽気で楽しそうでしたもんね。お恥ずかしい。見た、あれ普通に話してた。やっ
か俺らだけにあんなわけわかんねえ態度取ってるんじゃ。でもなんで？何かした？理由もわからず、源先生の話の通じない授業は続いた。でも私たちの堪忍袋の方はとっくに切れてる。他クラスの子にも消えたし、普段の先生の態度も観察してたんですけど、どうして私たちにだけそんな態度で話すんです？もっと普通に。僕は相手の目線に合わせてるだけです。あなたたちがバカな質問でバカにしてきたので、こちらもバカを相手してるだけです。相手を見て授業態度を変えていては、公平な立場で教える教師の存在意義がないのでは？では教師の存在意義とは何ですか？それは分かるまで授業は自習とします。放課後まかずけ。結局あの後戻ってこなかったし、本気でずっと自習にするつもり？つーか、俺が最初に変な質問したからあそこまで固くなになってるってこと？要は俺への仕返しじゃん。あそこまでする必要ないだろ。クラス全員に迷惑かけてるし。園児のせいじゃないって。そうそう、大人げないあっちが悪いよ。たったいま。あれ、みんな来てたの？イサメさん、お邪魔してます。いいね、若い子は元気だね。で、なんで園児はそんなしょぼくれてんの？どうせ大した悩みじゃないんでしょ。気晴らしにみんなで出かけない？え？ロッシャーイ。あのひさめさん、私たち未成年で。酒飲まなきゃただの飲食店だから大丈夫大丈夫。大将、適当に焼き鳥。あれ、ゲン？あら、ソラさん、みんなも。なに、ソラ？おやおや、バカ女もいるじゃないですか。相変わらずチャラついてますね。いつになったら節操を覚えるんですか？ちょっと源先生、飲みすぎですよ。ははーん、あんた振ったことをまだ根に持ってるわけ？ね、姉ちゃん今なんて言わなかったっけ？私こいつに告られて断ってんのよ。おい、人の過去を勝手に暴露するな。はあ、あんたの過去じゃなくて私の過去を話しただけなんですけど。相変わらずの減らず口だ。姉もバカなら弟もバカでからかいがいがありますね。ちょっと、それが生徒に対する発言ですか？っていうか、今まで園児が変な質問をしたから先生の恨みを買ったと思ってたけど、そもそもひさめさんの弟である園児を最初から嫌ってただけなんじゃないですか？はは、授業ではまともに質問もできないくせによくわかりましたね。花丸をあげますよ。なるほど、それが源先生の本性だったわけ。すべて録音させていただきました。実はソラさんたちが困ってることをかすみさんから相談を受けてたの。でも普段の源先生が一つのクラスだけに態度を変えるなんて想像もできなくて、源先生、用と人が変わるのは知ってたから酒の力を借りる計画で今日ここに来てたの。結果はこれというわけだ。源先生、支援で嫌がらせをしていたことについての説明を。別に支援なんて、僕はただ質問の意図を聞いていただけで。そもそも園児が僕に変な質問をしてくるのがいけないんじゃ。これ柳先生ブチギレて相当重い処分下る流れだ。翌日。おはようございます。おはよう、源先生。ゆっくり寝て酔いは覚めましたか？あと、その昨日はちょっと言い過ぎたかもしれないなんて。昨夜の発言、それに今までの園児くんたちへの対応すべて記録しました。上へ報告します。そんなことされたら僕はどうなるんです？一度も彼女を作らずに真面目に生きてきたのに。そもそもお前がヒサメの弟でここにいるから悪いんだろ。はあ、おい、やめろ見苦しい。結局今までのことは全て支援だったと源先生は認めたらしい。当然クビ。翌日には学校から去っていた。最後の叫びが姉ちゃんへの恨み事みたいな感じだったし、相当悔しかったんじゃね。二言目には彼女も作らないでだったし。次の国語教師はまともな人でありますように。あ、それなら大丈夫。かすみちゃんのいとこなんだって。うわ、ボロクソ。これ同級生のグルチャー？ゲンの野郎も見てないの？さあ、あいつが入ってるかどうかも。ベボベボーン。噂をすれば。お前だな、グループチャットで僕のこと流したの。さあ、どうだったかな。お前ら兄弟というやつはどれだけ僕に迷惑をかければ気が済むんだ。
へえ、今はグルチャに噂を流したのが誰かって話じゃなかった？だからそれはお前だろ。結果迷惑こぶってんだよ。本当に話が通じないな。今まであんたが園児にやってきたことだけど、気分はどう？もういい。一生アディオス。はい、ロンパ。